皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきましたが、私は福田でございまして、福田ではございません、すみません、覚えておいてください。福田でございます。大村会長、渡辺大会委員長はじめ、阿久比グラウンズの皆様、本日はチャーターナイト40周年誠におめでとうございます。心からお祝いを申し上げます。私40年前と言いますとですね、34歳だったんですね。すごい若かったですね。ということで、一番思い出すことが一つあります。私は無類のドラ吉でございまして、その年にドラゴンズが20年ぶりにですね、優勝したんです。これはもう本当にいつまでたっても忘れないことでありまして、以来、40年間、歴代の会長さんはじめ、皆さん、会員の皆様、力を合わせ、永遠としてですね、素晴らしい、アクティビティ、奉仕事業をですね、なさって、今日まで来られたわけであります。本当におめでとうございます。私はですね、この周年の式典でいつも思いますのはですね、やっぱり過去を一回振り返ってみる。これとっても楽しいことでありまして、それで現在あることを感謝して、明日からはですね、未来に向かっては奉仕ということで、私はことあるごとに私のキーワードであります感謝、そして今日掲げてもらっておりますアクティビティスローガン、これはこういう時のために実にいいなと自分で褒めてるわけでありますけど、本当に明日に向かってやっぱり感謝の奉仕です。その感謝の奉仕という意味はですね、奉仕する側も奉仕される側もやっぱりお互いに感謝する、こんなことが非常に大切ではないかと思っております。せっかくでございますので、今日はですね、3つのことについて、お話をして皆様方にお礼を言いたいと思っているんですが、1つはですね、今皆様の中で家族会員という話が盛り上がっているかと思いますが、実は今日までですね、わずかまだ1000トンで25人でありまして、非常に、数は少ないんですが、アグイランクラブの皆さんも早速家族会員を入れていただきましてありがとうございます。その他のクラブの皆様も本当にありがとうございます。私の目標はですね、2228人というのは今年の私が作った目標でありますので、まだまだ足りませんので、ご協力のほどよろしくお願いします。まだほとんどゼロのクラブもありましてね、ちょっと驚いているんですが、何卒6月の30日までが本年度の期限でございますので、何卒ご協力をお願いします。そして今一つはですね、LCM の献金でございます。今日は榎本さんが目の前にいらっしゃって、非常にあれなんですけど、実は私はガバナーに就任するときにですね、私は地区の LCI のコーディネーターでもありますので、1000口皆さんにお願いするということを宣言しまして、おかげさまで3月の末をもちまして1053口と、これで榎本さんにも大きな株ができると、こんなふうに思っているわけでございます。そして3つ目でございますが、今日が22日ですか、あと18日も過ぎますとですね、第60回の地区の年次大会が、名古屋のウェスティンで行うんですが、と3リジョン、5リジョン、6リジョンの皆さんにはですね、全員登録を お願いしたわけでありまして、特に、このことに関しまして厚くお礼を申し上げます。おかげさまで総登録人数がですね、2735人、そして晩餐会の方が763人と、非常に多くの皆様にご登録いただきまして、本当に感謝をしているところであります。今日はそんなことで、報告とお礼をさせていただいて、お祝辞に変えたいと思っているんですが、今日40周年を節目として、アグイラウンズクラブさんがますます発展されますことを期待するものであります。最後になりましたが、アグイラウンズクラブの会員の皆様もはじめ、今日ご参加の皆様のご健康、またご記念申し上げまして、
私のお祝いの言葉とします。本当におめでとうございます。